ご説明とお部屋までご案内いたします。今日お部屋が4階の411号室になります。4階でエレベーター降りたら 右手の一番奥のお部屋になってます、はい、でお風呂と明日の朝食会場すべて2階です。エレベーター降りてまっすぐ進んでこちら手前側の会場が朝食の会場になります。でお風呂も同じく2階エレベーター降りたら赤いのあごめんなさい青いのにかかってます男性のお風呂です。お時間は夜11時までと朝6時から10時までご入浴可能です。で明日チェックアウト10時までとなってます。で2階の大浴場と別に1階、この階が露天風呂ご用意している階になってます。男性のお時間9時から10時半の間です。このお時間内無料のお時間となってますのでよかったら露天風呂もご利用ください。はい、で露天風呂あちらの左側の窓伝いに露天風呂出入り口あるので一度の左側中には出てもらって木の扉開けてお入りください。はい、奥側に見えないですけど奥の、ね、方にあの白い建物があると思うんですけど、はいはい、あそこが露天風呂の建物でしてちょっと隠れてるんですけどそこ扉出てもらったら右にすぐ右に木の扉があるので開けてもらったらすぐ露天風呂になります、はい